33人もの人間を殺害した狂気の殺人ピエロ、ジョン・ウェン・ゲイシー。社会的に成功していたビジネスマンであると同時に、恐るべき殺人鬼でもあった男。私の名前はゲイシー。1942年3月、シカゴで誕生した。この恥知らずが、それでも男か。幼い頃より父から異常なほど厳しい教育を受けて育った。父は私を強くたくましい男の中の男にしたかった。しかし、生まれながらにして心臓に持病を抱えていた私では、父の期待に応えることができなかった。するとしつけはどんどんエスカレート。父は毎日私に罵声を浴びせた。なよなよしやがって、この岡部野郎、貴様は女か。息子のためと思ってやったことだが、これが私を心身ともに追い詰めていた。父という権力者の重い期待、これが私を歪ませた。偉くなれば、権力さえあれば何をしてもいいんだ。そう、権力への異常なほどの欲求が芽生えたのだ。その後、体の弱い私は高校に受からず、職業専門学校に入学した。ねえ、今夜うちに来ない？うん、行きたい。そこで出会った一人の女性と付き合うことになるのだが、いざという直前で心臓がいかれた。はぁ、セクシーな彼女のバストや太ももは刺激が強すぎたんだ。興奮のあまり失神してしまうという失態を犯していたのだ。無論これが原因で彼女には振られた。この出来事は私の恋愛観に大きな影響を及ぼすことになる。職業学校卒業後は真面目さが評価され、同校の事務員として雇ってもらった私だったが、もうあんたにはうんざりだ。この親不孝者が、今すぐ出て行け。父と喧嘩で実家を飛び出した。この父はエゴイストだ。私は学校事務の仕事を辞めて単身ラスベガスへと向かい、真偽にだいぶ慣れてきたな。はい、ありがとうございます。現地で葬儀屋のアルバイトとして死体の血抜きをしながら過ごしていた。そのバイト期間中、私は死体置き場で寝泊まりしていた。死体のそばって本当落ち着くな。私にとって安息の場所だったんだ。私は死体を心から愛していた。君たちって本当に従順だよな。最高だよ。だって死体は口答えもしないし、一切逆らわないもの。それから3ヶ月、頭が冷えた私はシカゴに戻り、ビジネス専門学校へと進学。何もかも見返してやる。偉くなってやる。幼少の頃のトラウマか、権力をひたすらに求めた。卒業後はすぐに大手靴販売店の販売員となり、ゲイシー君、君が最優秀社員だ。これからも頼むよ。お任せください。若くしてエリアマネージャーに昇格するという大出世を果たした。さらに22歳で結婚。ゲイシーおめでとう。奥さん綺麗だね。妻の父が所有していた大手飲食チェーンを総括するマネージャーへと転職。そして結婚から2年後には長男、その翌年には長女が誕生。ほら、妹ちゃんだぞ。仕事も家庭も充実して幸せそのもの。周囲の誰もがそう思っていただろう。しかし26歳になった時、私はある事件を起こす。さあ、こっちだよ。入っておいで。これがこの先に起きる大惨事の前触れと言っていいだろう。私は自宅の地下室に最高のイケメンを連れ込んだ。本当に金くれんの？もちろん、たくさん払うさ。僕の言うことを聞いてくれてたら。だけどね、謝礼を払う代わりに肉体関係を要求していたのだ。私は男もいけた。この時、私が住むアイオワ州では同性愛は犯罪扱いだったのだ。待ってくれ、何かの間違いだ。私は実刑判決を受けた上に、妻にも愛想を尽かされ離婚されてしまう。しかし私は頭脳明晰で根は真面目だ。ゲイシー、お前は本当に頑張るな。それだけが取り柄ですから。模範囚として振る舞い、たった1年半で出所することができた。その後、実家のあるシカゴに戻って建設会社を設立。今日も一日頑張りましょう。はい。周囲が私の犯罪歴を知らないという順風満帆な再スタートを切った。そして地域の活動に積極的に参加した。ほーら、みんな風船だぞ。はい。休日はピエロの仮装をして近所の子供たちを喜ばせていたんだ。さらに、パパ、こらこら、パパはお仕事中ですよ。なに、構わないさ。私は地元で新たな妻をめとり、彼女の連れ子と4人で再び幸せな家庭を築いていた。しかし実はその幸せは全て上辺だけ、全部偽物だ。お、イケメンみっけ。私はこの時すでにえげつない強行に及んでいた。やり手のビジネスマン、心優しい地域活動家という顔の裏で、さあ脱いで脱いで。逮捕される前よりも積極的にイケメンを地下に連れ込んで楽しんでいた。そんな私が最初の殺人を犯したのは30歳の時だった。金払ってんだから言うこと聞け。くせえんだよおっさん。連れ込んだ少年と揉めて小競り合いになった結果、従わない男に対し私の中に強い殺意が芽生えて、そしてナイフで刺し殺してしまったのだった。私は少年の遺体を地下室の壁に埋めて証拠隠滅を図ったのだ。壁の中に死体とは誰も思わないだろう。
しかしその作業中に私は覚醒してしまった。胸が高鳴る。殺すって最高じゃん。自らの手で人を殺したことで死こそが究極のスリルと気づいたんだ。家族も気づき始めてしまった。何回もうちに男を連れ込んで、このド変態。ああ変態さ、なら出ていくがいい。妻と離婚したことをきっかけに私の欲望がついに暴走を始める。私の手口は一貫して同じだった。うちの地下に秘蔵の映画があるんだけど。秘蔵？どんな映画なの？そいつは見てのお楽しみさ。まずはイケメンを甘い言葉で誘うんだ。守備よく地下室に連れ込んだら、今度は今から手品を見せてあげるよ。この手錠を使ってね。楽しみ。手品を見せてあげると言って彼らの手足を手錠で拘束する。そしたら最高の時間の始まりさ。で、なんでナイフなの？やめてよ。バーカ、お前手足を拘束されてやんの。そして自分が満足するまで切り刻み。お兄さん、美しいお顔がズタボロね。最後に首を絞めて、お互いに目を見つめながら殺す。こうして私は実に33人もの男性をこの暗い地下室でもっといい顔を見せてちょうだい。いや、長時間の拷問の挙句に惨殺した。本当に最高の時間だった。しかし狂気と快楽にまみれたいびつな日常は唐突に終わりを告げる。ジョン・ウェイン・ゲイシーさん、ちょっと家の中を改めさせてもらいますよ。なんで？嫌です。直近の男性行方不明事件ですでに私をマークしていた警察は、絶対にあのクソ野郎だ。あいつはマリファナもやってるらしい。よし、それで固く捜査に踏み切ろう。別件の逮捕目当てで強引に捜査の手を伸ばしたのだ。捜査の結果、壁や床下から29人。床下にあったぞ。クソ野郎、一体何人殺したんだ。近隣の川からは4人の死体が上がった。なお現場は刺繍とメタンガスが充満していて壮絶な悪臭だった。なんて匂いだ。突入した警官たちはみんな吐き、その腐敗臭は洗っても取れなかったらしい。逮捕された私は罪から逃れるために多重人格を装った。私の中の別人格が彼らを殺したんだ。だってまたあの最高の快楽を得たいんだよ。人が死ぬ瞬間のエクスタシーを味わいたいんだよ。うまく原型を狙ったんだが、被告を死刑に処す。しくしょう。全部見抜かれて訴えは棄却。結局死刑になっちまった。でも俺は諦めなかった。冤罪だ。俺は何もやってない。無実の人間を殺すのが。黙れクズ野郎。1994年の死刑執行直前まで冤罪であることを主張し続けた。しかしその日はやってきた。虐殺刑の執行だ。やめろ、やめるんだ。君たち、これは殺人だぞ。黙れ、お前は死んで当然だ。一切反省しない私に同情する者など誰一人としていなかった。虐殺刑は本来なら5分程度で死に至るはずが、あ、ミスった、すまない。何らかの手違いが起きてしまったらしく、毒素が少しずつしか入らなかった。私は凄まじい苦痛を30分以上味わうことになった。うまく毒が入らないな。死にたくても死ねない。まさに地獄の時間だった。数十分も呼吸困難と強烈な吐き気、全身を切り刻まれる感覚を味わった後、あ、死んだみたいです。私は狂気に満ちた人生の幕を閉じたのであった。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。